レフト松本泰志選手です。トップ、この時、まあ、ファールになった時には、うん、もう僕が狙いますっていう。めちゃめちゃ可愛いです。可愛い、めっちゃ愛されキャラですね。皆さんこんにちは。コカ・コーラボトラージャパンプレゼンツ11月&12月のマンスリーサーフレッチェ、よろしくお願いします。まずですね、今回なんですけど、このマンスリーサンフレッチェ一味違います。なんとスペシャルゲストがお二人来てくれています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。新規コネクト松本泰志選手です。どっちかというとサンフレッチェの中ではこの二人はちょっとチャラい系の髪色だけっす。髪の色がね、ちょっとそのギャップってのをやっぱ持ち味にしてるんだけど。新規はどう？11月12月を振り返って、まあ、試合がありましたね、うん、たくさん、まあ、試合がある、試合がありまして、まあ、でもやっぱなかなか勝てなかったんで、うん、ちょっともう悲しい11月でした。ゴルフとかは？あ、ゴルフも行ってましたね、オフの時は。どっちの調子良かった、サッカーとゴルフは？まあ、ゴルフめっちゃ調子いいって言ってた。まあ、相当調子いいやん。多分半ピレーするんですからね。これ多分見てる方だと思う。ちょっとサッカーの練習生やってるからね。そうなんだ、ちょっと比例するようにね。比例していく。そうだね。はい。で、大使の方はどう？まあ、ゴルフちょくちょく行ったりとか、うん、つかさくんとご飯行くぐらいですかね。ゴルフやってたらね、やっぱ、うん、それは勝ってるときがいいんだね。ね。まあ、リフレッシュ、リフレッシュも大事なんで、ああちょっとやっぱ負けたときほどしたくなります。逆に負けたくなった。ああ、はい、そうか。そういうタイプ、ね。オフぐらいはちょっと許してもらいたいなとは思いますね。まあ、こんな感じで今回のマンスリーサンフレッチェね、このスペシャルゲスト、まあ、お二人から、まあ、自らね、解説してもらう武藤氏、まあ、僕ら二人が選ぶ11月12月度の MVP、ね、ちょっとマル秘トークなどちょっと盛りだくさんとなっておりますので、皆さん、楽しんでいただければなというふうに思います。それから、まあ、今回の、視聴者へのプレゼントもありますので、キーワードの方、見逃さないように、してください。グッドシーの行きましょう。グッドシーン、続いてはグッドシーンを解説するコーナーなんですけど、今日は選手2人が来ているので、自分のプレーを見てもらって、まあ、本人目線で解説に挑戦していただきましょう。じゃあまず、松本選手に解説してもらうシーンはこちらです。8月25日第26節浦和レッズ戦43分のターンです。覚えてますか？いや、見ないと分かんないです。ですよね。じゃあちょっと流してもらいましょう。ストップ。この時左にいた昴生さんが、まあ、ちょっと落ちていくなっていうのは見えてて、前半の最初の方がちょっと僕とファイネルが落ち気味で試合の流れが良くなかったので、ちょっと縦関係になってみて、で昴生さんが落ちたんで、まあ、ボランチとセンターバックの間が空いてるのもちょっと見えてたんでって感じですね。あ、ストップお願いします。この時にセンターバックの位置とジュニオールの位置を確認して、まあ、僕が受けてもトラップできるスペースがあるなと思って、トラップもその右前にいる、僕から見て右前にいる相手、やっぱ背後に潜り込めるな、ワントラップ目で潜り込めるなっていうのは分かってたので、まあ、この位置で受けようかなと思いました。ストップでプレアファールス。それはファールです。これ大使にさ、この本来どっちが自分的にはこうやりやすいというか、ハイネル側にいて
くさび入れる方がいいか、まあそこの間で受けて、まあ、そこからまあ仕掛けるなり、ファイネルの方のポジションの方が僕はやりやすいですね。出す側の方がやりやすいっていうのはありますけど、うん、まあ、それはでも、まあ、相方を見て、うん、まあ、どっちもできるようにはなりたいので、うん、そういう面で、まあ、いろいろチャレンジはしてみました。そう、はい、じゃあちょっとここからはあのカズさんの方にもね、解説のお手本を見せてもらえるということで、うん、11月、12月度のね、今年を解説してもらいます。はい、僕が解説するのは11月27日第37節 FC 東京戦後半39分佐々木翔選手の守備です。本当にいい守備だったな。剥がされて、はい、ストップ。ここで、まあ、相手選手が、まあ、自分の体からちょっとボールが離れて、佐々木選手も一回ボールを奪いに行こうとしたんですよね。引っ掛けてストップ。このあと相手がもう一個持ち出そうとしたのを予測して、で動かしてもらいます。でそのタイミングでボールを奪いに行って、まあ、ノーファウルで奪い切るっていう、まあ、ペナの中にちょっとかかるぐらいだったんで、スライディングタックルでまあボールを奪うのも怖さはあると思うんですけど、まあ、本当素晴らしい守備だったかなと思うんですけど、うん、そうですね、スライディングした後もちゃんとマイボールにして、うん、そういうところが僕はすごいなと思います、うん。この終盤でこういう守備ができるというのは本当に素晴らしいというか、集中を切りやすい時間帯の中で、まあ、こうやって冷静に守備ができるというのは、まあ、本当こう、まあ、変えの効かない選手かなというのは思いましたね、うん。じゃあそれでは次は東選手に解説に挑戦してもらいます。はい、東選手にはあのヴィッセル神戸戦の素晴らしいフリーキックのあのシーンをちょっと解説していただきましょう。わかりました。はい、お願いします。これですよ、まあ、まずは見てもらいましょう。これはしびれたんでしょう、かなり結構遠かったよね。うん、距離もあったしね、うん、蹴る前って蹴る前、はい、こうなんかどんなことを考えてっていうか、はい、まあ、ファールになった時には、うん、あ、もう僕が狙いますっていうのを言って、まあ、結果を負けずってもらったんですけど、うん、結構自信あった？いや、自信は別にめっちゃあったわけじゃないですけど、うん、でも外す気もなかったですね。真似てこうカーブかけてっていうよりはちょっとこう縦回転気味をね、やっぱ横回転だとやっぱりリーキック入んないですね、うん。あ、壁越してもやっぱゴールもそのまま越えちゃうんで、うん、練習ではいつも、うん、ここの位置蹴らしてもらってるんですけど、前日練習ではもう枠外ばっかだったんで、まっすぐ行ったことなかった、枠外行ったことなかったみんなが蹴るなって言われてるんですけど、それでも蹴り続けた結果、うん、やっぱこういう結果が出したってのはすごい自信になりましたし、うん、てか春季今解説しました。全部コウジさんが答えて、うん、なんかストップとかもなかったっすね。でもね、フリーキックは難しいっす。フリーキックないな、あんまり気持ち心情だったんですよね。心情じゃあ僕の解説いきます。では僕が解説するのは12月4日最終節、徳島戦の前半9分、藤井智也選手の初ゴールのシーンです。まあでもすごい、まあ、意外と難しい、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 難しいよね、うん、まあ、瞬時だったら外してるかなっていう、そうですね。ね、これちょっと出てるように見えて、ね、これも見えて、あ、これオフサイドなのかなっていう、それのなんか心配はあったけど、まあゴールって認められたんでね、
本当に、まあ、いいゴールでしたね、これは。まあ、ショーにボールが当たって、まあ、青ちゃんがね、いいところに顔を出して、ストップでお願いします。何が良かったかって、やっぱ多分藤井が一番こう危険なところにっていうか、多分ボックスの中にまず動き出したっていうのも、その青ちゃんがね、顔が上がった瞬間っていうのですごい良かったと思いますし、流してください。で、このオフサイドラインギリギリのところにポジションを取ってスペースに走り込んで、でそこに絶妙なボールが来て、最後ねしっかりと、まあ、インサイドで面作って、まあ、ゴールに流し込むっていうところで、まあ、絶妙ね、ボールも、うん、あの相手フォーバックだったら、うん、まあ、その逆サイド空いてるじゃないですか、うん、あそこのサイドバックの背中をね、どうやって取るかっていうのと、まあ、春季はまあヘディングも強いから、まあ、最終戦の徳島戦もあったっけ、うん、ありましたね、はい、相手の前に入って、はい、ああいうの狙って、まあ、あとゴールだけだね。完璧でしたね。完璧でしたね。いやいやいや、もう、あ、もうなんかすごい分かりやすかったです。分かりやすかったです。すごく。二人はちょっと、はい、後でちょっと説教です。はい、続いてのコーナーは11月12月度の、MVP の発表なんですけど、まあ、今回はもう最後ということで、僕ら、2人が選ばせていただきました。今回のね MVP の商品にお好み焼き屋みっちゃんを経営する株式会社 ISE 広島育ち様より、バラエティ3種セットと、宮城クーポン、2万円分ご提供いただきました。ありがとうございます。さらに、皆さんへのプレゼントもございます。プレゼントは、サンセット広島限定オリジナルヘラになります。こちらなんと、ヘラにですね当選者の、名前入りとなりますので、はい、それから、ヘラを包む、スリーブの方には、MVP の選手のサインを、入れさせていただきますのでよろしくお願いします。じゃあそれでは、MVP の発表を川さんの方からお願いします。はい、11月12月の、MVP 選手はエゼキエル選手です。お、はい、それはなぜですか。まあちょっとチームの勝敗も悪かったんで誰にしようかなと迷ったんですけど、まあエゼは3得点かな、うん、ちょっとインパクトを残したっていう意味もあるし、まあ、来季への期待も込めて、まあ、選ばせてもらいました。うん、実際こう2人も、ね、一緒にやってみてどんな選手ですか、エゼキエルは。まあ、ボール持ったら1人で打開できる力はある選手なんで、うん、味方からしても期待はすごい高い選手ですね。うん、そうですね、やっぱアジリティとかすごい速くて、うん、まあ、守備とかも献身性すごいあるんで、うん、本当一緒にいたら頼りになります。うん、実際こうどんな性格なの、エゼは。めちゃめちゃ可愛いです。可愛い。日本語とかもめっちゃ喋りますし、うん、日に日にめっちゃ成長してる。日本語成長してる。賢いですね。めっちゃ倍されキャラですね。うん、1週間2週間前ぐらいに引っ越したんですけど、うん、それまでずっと一緒でマンションが。はいはい。多分わざとかわかんないですけど、いつも車隣にあるんですよ。そういうとことか、うん、まあ、マンション内で朝とか行くときとか会うと、おはようございますとか言ってやるんですよね。そういうとことかめっちゃ可愛いなって思いながら見てます。いやー、いいね。はい。さて、ここで視聴者の皆さんへのプレゼントキャンペーンのご案内です。今日はせっかくね、お二人に来ていただいているので松本大志選手、東選手、お二人のサインを入れて1名の、方に、プレゼントいたします。僕たち2人のサインが入った2022シーズンオフィシャルカレンダーを視聴者の皆さんにプレゼントします。ぜひご応募ください。この動画の概要欄に応募フォームを用意しているので、質問に従って入力してください。今回もキーワードを入れる欄があります。では今回の応募キャンペーンのキーワードを、大使と春季の方から発表をお願いします。
今回のキーワードはゴルフです。遅いな。なぜゴルフ？遅いな。なぜゴルフ？まあ2人の趣味がまあ一緒なところがそこなんで、はい。まあそこにしてみました。なるほどね。はい。もうシーズンも終わって、ちょっとリフレッシュがてらゴルフに行きたいということで、はい。はい。終わりました。じゃあ今回のキーワードはゴルフです。開示して。選手すごかったなって選手で、あのフリーで持った時に嫌なスペースでボールとしてくる、あこの先輩じったら面白いなって選手で、ちょっといじりやすいですね、先輩と思ってボッキっす。